はい、皆さん明けましておめでとうございます。わー、パチ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 ということでね、新年明けましておめでとうございます。2回目で、そうですね、今年はどんな年にしましょうかねということなんですけども、まあぼちぼちやってきます。何も表明せずみたいな。で、皆さんお正月ってどう過ごしてました？なんか今年はなんか巣ごもり効果とか、その実家に帰れないとかで、あんまり年末年始感がなかったよっていう方も多かったように見受けられます。自分はですね、どうだったかというと、めちゃめちゃお正月をしていました。うん、何してたのかっていうとね、ガチャですよ、ガチャ。皆さん知ってますか？スマートフォンゲームにはガチャというものがあって、ええ、お正月キャラクター、お正月限定ガチャみたいなのがね、実装されてるんですね。もう回しましたよね。この晴れ着だったり、なんか干支のキャラクターが来ると、あー正月が来てしまったなーみたいな、クリスマス終わったばっかなんだけどなーみたいな風に、自分は思って、その年をまたいでいるということでございますね。なかなかもうある種平日ではあるんですけど、こういう風に感じてるのもなんか現代に生きる人間感があるのではないかと思います。それでね、そのガチャなんですけど、今年はね、今年はというか今年もなんですけど、主にグランブルーファンタジーとプリンセスコネクト、これねガチャ回したんですよ。サイゲームさんのゲームですね、スマートフォンの。いやー、グランブルー、皆さん CM 見ました？1日最大200円っつって、ガチャピンとムックがわーって出てくる CM やってたんですけど、いや200連なんかね来なかったですね。それどころかね、100連も来ない、何なんだ。それはいいんですよ、だってお目当てのものがね出れば10連だってね、20連だって200連だって変わらないわけですから、欲しいものがバンって出る、それでやったーってなればいいわけなんですけど、自分はどうだったかっていうと、タラララバン、うん、出なかった。今回ピックアップキャラクターが3体いたと思うんですけど、いたんですけど、天井って言って9万円分300連回して、ピックアップのキャラクターゼロ。で、なんと私は、自分はね、取らなかったんですよ。その天井で好きなキャラ引けるよってなってるところで、今回のピックアップのキャラ取らなかったんですよ。なぜならまだ石はあると、天井1回やって別の欲しいキャラを取って、今ピックアップされてるキャラは残った石で取ればいいじゃんって思ったんですね。でさすがに2天井分の石はなかったんですけど、バーってこうデロ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 ってガチャガチャしてたわけですよ。はっきり言ってね、その1万円2万円が30秒とかで溶けてく世界ですよ。いやー、フェス期間って SSR6% だよなーとか、あれピックアップキャラっているよなーとか、ちょっとね思うような結果で、結局470連とかしたんでしたかな。ちょっと正確な数はもはや覚えてないんですけど、確か170とかで最後止まってた気がするんで、470連ぐらいだったと思うんですけど、いやー、こんだけ回してピックアップゼロって逆にすごくないですか。いやちょっと期待値とか見てないんで、どのぐらいの確率に収まってるのか、このぐらいが普通だよってなってるのかもしれないんですけど、なんか期待感、期待値とかではなくて、人間の心として、いや出るでしょうって思ってる期待値を、自分のからすると、えゼロ、300連も回したのに9万円分プラス、4万5000円だから13万円分ぐらいですよ。13万って言ったら何ができます？家賃払って生活できるっていうか、もう1ヶ月の生活費ですよみたいな。好きなキャラクター、ピッ
ックアップと呼ばれてるキャラクターが出ない、おかしい、周りは10連で出してるみたいなね、ちょっと気持ちにこの1月1日から1月3日ぐらいにかけてかな、なってました。うん。でまあグラブルはまあじゃあしょうがないと、キャラクターも多いしピックアップって言ってももうたかが知れてるパーセントになってると。したら、プリンセスコネクトはどうだと。でプリコネの方は、まあ、実は、お正月のフェス期間、その SSR の確率が倍になってますよって期間のピックアップキャラは取れたんですよ。ただその後に実装された季節限定の、晴れ着ペコリーヌ、ニューイヤーペコリーヌとか言われてるやつですね、去年2020年の1月に立ち絵だけ公表されてプレイヤー側には実装されなかったんですよ。で今回やっと満を持してというか実装されたわけですね。で自分は結構ペコさん好きなんで、おペコリーヌやっと来たかと思って、もう性能とか関係ないぜ、石もあるぜ、回すぜと思ってバーってやってたんですね。でちょっと正確な数を覚えてないんですけど、今292連とか3連とかやったんですけど、 SSR がね1体しか来てないんですよね。通常期間だからっていうのはあると思うんですけど、この、まあ、約天井仕掛けて SSR1 体ってどうなんだろう、さすがに負けてるんじゃないのか、今年始まって早々なんですけど。でも一応ちょっと石の手持ちが薄くなってきているので、ちょっと毎日優勝ガチャで1連ずつをちょっと稼いでいって、まあ、天井しようかなとは思ってるんですけど、サイゲームスさん、自分のアカウントになんかしてませんか、こんなにガンガン回してピックアップのキャラクターがこんなにも出ないってことはあるんでしょうか。まあプリコネはね期間中に出てるんですけど、いやほんとこの爆死したやつ、その需要があろうがなかろうが動画撮っときゃよかったなと思って、本当に辛くて、こんなになんか出ないんだな、1月このめでたい時期に何連も何連も回せんのに、この無料期間もガーってあって石もそこそこつぎ込んでピックアップ出ねえなだなっていうね、ちょっと節制がない1年でございました。1年じゃないね、お正月でございました。まあそんなことでね、正月気分というのを味わってた自分もどうなんじゃいっていうのもあるんですけども、皆様におかれましてはガチャの課金や、ソーシャルゲームへの依存は、お気をつけくださいと。でね、今年もまだまだ長く続けていけるかなと思うところ、まあちょっとね、なんかこんな感じの雑な動画だったりはするんですけど、なんか出してどんどんね、なんかこれがもっとクオリティが上がったりとか、自分が喋れることがもっと上手くなったりとか、そしたらね実はラップにつながるんじゃないかみたいな、この表現をするのがラップかなと思ってるんで、普段のことをアウトプットしてみるっていう風にもちょっと考えて、こんなこともやってるので、なんかまあやってくんじゃねえかなって思ってます。はい、最後に意識高げなこと言いましたが、なんかノリでやっていきたいなと思ってます。なんか今年はもう少し人と絡めたら楽しいかなと思ってます。それじゃあね、今年もよろしくお願い閉まらねえな。はい、それじゃあ今年もよろしくお願いします。またね、バイバーイ。